行きましょう。
まあね、子供の寝顔ってね、いいなという気持ちをね、表してる曲なんですが、続きまして、じゃあ君のお荷物っていう曲を聴いていただきたいと思います。お荷物、え、手荷物じゃなかったかよ、手荷物じゃん、君はお荷物って、あ、違う、おいおい、君の荷物じゃなかった、君はお荷物じゃなかったか、そんなの大変忘れてない、違ったっけ、では、荷物でもいい、違うね、君の荷物は荷物かな、持ってあげられない、夜を抱きしめてくて、涙潤んだメモリー、今はただ流れる雲に、この気持ち委ねよう、君を抱きしめた夜に光こぼれるメロディ、少しだけ途切れた夢に、小さな明かりを灯そう、してあげられない。
君の荷物を持ってあげたいけれど、そっと遠くからいつも見守っているよ。
こうちゃん出てくる。それではこうちゃん真打ち参ります。まっすぐじゃないっていうのがすごい気になるんですけど、ね、いつ倒れるかなというこの、もうなんか倒れなくてもいいんじゃないかというか、ちょっと気がだけするけど大丈夫かな。はい、それではね、静かなのいきますか。なんかリクエストがあればやりますよ。あの寒くなるようなやつでいいよ。寒くなるようなやつ、うん、暑いもんね。ああ暑いけ、暑いけね。元気出したら暑くなっちまう。じゃあ寒くなるやつね。静かなやつね。うん、静かなやつ。あ、チューニングあれ。あ、寒くなるよ。もう一回。
my head 甘い薬草の香りに包まれながらゆらゆら揺れてるモーテルのライトひどく疲れてきたし今夜ここで眠ろう戸口に立った女突然祈りの鐘が鳴ったゴーここは天国なのかそれとも地獄か差し出すキャンドルに誘われて回廊に響くその声を聞いたおいでやすカールホルニアルヨカンなんていいとこなんていいとこなんていい顔たくさんのお部屋があるカールホルニアルヨカンながら年中寝から年中いつでもいらっしゃい三種のいらっしゃい彼女はティファニーが大好きでベンツだって大好きはべらせたイケメン兄ちゃんたちをお友達よなんて言う中庭で踊ってる甘い夏の汗かいて全て忘れるためのダンス決して忘れないダンスシールームサービスにコールインプルルルルカチャワインを持ってきてくれその手の酒はありまへんわ昭和44年からねレトロやな真夜中に目覚めると遠くの方から何気に聞こえてくるまたあの声アヒーハーおいでやすカルホルニア旅館なんていいとこなんていい顔なんていい顔合成にすがすなカルホルニア旅館素敵なサプライズアリバイを作ってきてね鎌が鏡張りの天井氷にピンク色シャンペンいやらしいなみんな囚われてるよこれまでのしがらみに秘密の宴が始まる大広間で突き立てるのは鉄のナイフでも凝らせやしナイフおしゃれかい ああ最後に覚えているのは出口を探してこの迷宮の中を走り続けたサシ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 お気を確かに時計便がもう運命は決まっているのですチェックアウトはできますでもここは出られないとはにえ嘘本当よさてその男はまだ生きてるのかってバカ言っちゃいけないよ今目の前にいる C さんがこの旅館から一歩も出られないその男だよいらっしゃいはい怖かったでしょうかだいぶ背中が冷えたでしょ違う意味で冷えた、カルフォルニア旅館でございましたがそれではそろそろ、何が言ってよろしいでしょうかなんか長谷さんの長谷さんは中で感染ですかそれでは、それではですね、
長谷さんのお気に入りの曲を。じゃあ、 長谷さんは、いないということで。あれしようか、大阪くんしようか、大阪くん、大阪くんやろうか。では、ついに新コンビ結成、土地の差なんて何のそのそれではそれでは、新内登場、若手のホープというよりもまたまの星、またまじゃないか、高田の星。あ、またまじゃないんですか。今またまでは、またまの星じゃなくて高田の星だ。Say that name
しい。こんなうちを今日まで保ってくれて神な。最後の地下鉄でこの街を出る。長谷さんがね、グランマっていう曲がものすごく、好きで、いつも聴いては泣いてくれるという、ね、長谷川に歌わせないやね、グランマ今、岩佐さんがお相手をしてくれてだから、井上くんに、よかったらね、井上くんにこの曲を覚えていただければね、この僕はね、田舎に生まれ育ってるので、井上くんとね、おそらくあまり変わらんぐらいの田舎で。この間行ったけど、もうすっげえ田舎。こんなとこに家があるんだよ、細道。本当どっちの家だ。ぜひね、おばあちゃんのね、僕はね、井上くんのおばあちゃんの話をね、この間送って行ったよ。川の流れのようにもね、すぐそこへ行けてる。レコードを探して聞いたという話を聞いてて、そのおばあちゃんというのをすごいこうなんかキーワードとして井上くんも持ってるから、僕はぜひこの井上くんにこの曲を歌ってもらいたい。僕のおばあちゃんの歌なんですけど、どの方もね、田舎の、思いとか風景とか、自分の身内の、思いと絵の思いとかね、思い出とかそういうのもあると思うんで、よかったらね、よかったら歌っていただければ、僕はもう光栄だなと思っています。グランマという曲を、聴いてください。夕
Oh, grandma, it's
時も Oh Grandma あなたの声が響く茜色の空を越えてどこまでもどこまでそれでは続いて横ちゃん行こうか。横ちゃん行こう。横ちゃん、ハちゃんだったら十分です。横ちゃん行こう。ここらへんこれこれでこのままです。ギター持ってこんで土下座するか。あ、それでは、皆さん、今日はですね、もうそれでおしまいにさせていただきたいと思います。夜も更けてまいりましたのでね、近所迷惑もあります。それではですね、今回の、はっちゃんファミリー、バーベキューライブキャンプ、これで、お開きにさせていただきますということで、最後に、皆さんに感謝を込めて、あなたのありがとうを歌って締めたいと思います。空に
会えたこと感謝しなくちゃ。ありがとう、あなたにありがとう。ここで巡り会えたことに感謝しなくちゃ。ことに感謝しなくちゃ。 ありがとう、あなたにありがとう。ここで巡り会えたことに感謝しなくちゃ。あなたに出会えて本当によかった。みんなありがとう。今日もありがとうございました。最高でした。ありがとうございました。本当にね、楽しい夜でした。まあね、雨を、このテントが追い払ったという感じでございますね。もうこの張るのが大変やったですけど、皆さんご協力いただきまして、まあでもね、こういうのを協力してやったというのはもういつまでも、ね、記憶に残っていくと思いますので。また来年、こういう機会を持ってたらいいなと思います。絶対持ちましょう。ということでありがとうございました。お泊まりの方はですね、この後心ゆくまで、中で話をしてください。それでは簡単にというよりも、撤収をいたしましょう。はい、どうぞ。撤収。いい天気だったね、本当。よかったね。Thank you.